宮川は三重県南部を流れる一級河川。延長 91km は三重県の海を流れる河川としては最も長い。国土交通省の一級河川水質調査で過去11回1位となっており、清流で知られる。神宮式年仙宮のお城石持ち行事に使用する石はこの宮川の河原から採集する。三重県滝郡。 大台町と奈良県との県境の大台ヶ原山に源を発する。上流域は近畿の秘境とも日本三大渓谷の一つとも謳われる大杉谷である。大内山川などの支流と合流しながら北東に流れ伊勢市で伊勢湾に注ぐ。流域には多目的ダムの宮川ダムと三世谷ダムの他に11のダムがある。上中流域には歌手段級が発達しており、 特に、大台町、河野瀬付近から、対岸方向を観察すると分かりやすい。この断球面を利用した伊勢茶の栽培が盛んである。川口域には、デルタ地帯を形成しており、最も大きい三角州は、人の住む伊勢市大港町となっている。川の名前は、豊家大宮宮の禊川であったことに、由来する。かつては、豊宮川と言われたが、豊かの字を略して、 宮川の名がついたとされる。世界的にも、タウで知られる大杉谷を源流とする宮川は、毎年のように氾濫し、大水害をたびたび引き起こした。宮川下流周辺に、伊勢神宮があるため、神宮を重視した、豊臣秀吉と後の江戸幕府の山田奉行所により、治水工事が行われ、洪水の被害は激減した。しかし増水に耐えられる橋が下流域にかけられたのは、 明治期になってからである。江戸時代には、神宮のある宇岸を変調する治水工事が行われたため、佐岩の洪水被害は拡大したという。宮川1957年に宮川ダム、1966年に三世谷ダムが作られてからは、宮川下流域で大規模な水害が発生することは、長らくなかったが、2004年の台風21号による、 増水で支流の横林川が氾濫するなどで、伊勢市において床上浸水203棟、床下浸水97棟の被害となった。この台風21号は、上流の旧宮川村においては、土石流などで死者6メートルの被害者を出す大災害を引き起こした。豊富な吉宮川流域には、三重県のレッドデータブックに記載された。 種のうち7種をはじめとする90種以上の魚類が確認されている。流域には3つの漁業組合があり、アユアメゴウナギなどに漁業権の対象となっている。西木水橋と瀬田川渡来橋、東爪という浜大橋伊勢市川丹町付近三重県。ありがとうございます。